それでは、はい、蓮田市のマスコットキャラクターハスピーと一緒にお送りしたいと思います。はい、ヤンタブーの市政40周年記念公式楽曲になっております。はい、蓮田の名所とかいろんな素敵な場所がたくさん紹介されているんだ。だからみんなも覚えてね。はい、それではヤンタブーで蓮田って